どうする。おお、これが遥の返答だ。おお、どうしたもんだと、どうしようかなと、このテニオメが。さあ試合が始まりまして3分。おお、テリー一発を右で張り手、左、右。おお、右、強烈なキックが入りました。遥さあロープに送ろうと懸命。大無理ですよ ねさあ捕まえてしまいました。カルロス、これにはブルーミーだ。髪の毛、髪の毛はよくありませんね。ロープに送る。さあ今度はどうする。ジョーイッセン、さあ勝ち上げた。これはいい。おっと、お、今度はどうするんだ。お、お、さあここからハルカバ、ハルカバ、もう強力な状態を使って、わあすごいですね。わあ素晴らしい、素晴らしい。そして本田カニバサミテイクダウンを奪いました。おお、セクションラインだ。いいですね。さあさらに正面から放っていく。わあ、これは受け止められてしまいました。わあっと、バックブリーカーで取る。ブー、これはそうですね。ブーイング、いじめるな。いや本当ですよね。さあテリーの目が吠えている。大ブーイングです。ここは後楽園ホール。さあ遥大丈夫か。遥のプロレス物語、夏休み編3分間。さあ遥頑張れ。おお、リーカルコーナーですか。おっと、ひどい、すごいことしますね。ひどい。さあ遥頑張れるか、遥頑張れるか。東京都江戸川区出身の9歳、頑張れ遥。キックファイトの素晴らしさを伝えたいと、そう試合に話していた。さあ、はるかに対しまして、ひどいやっちゃね。強くて優しい選手になりたいと話していたはるかです。ここではるかコールです。ここ後楽園ホール、何を持って、おっと担ぎ上げて、あ、差し上げる、差し上げる、投げちゃいけません。それだけはやめてくれ。ひどい、これ投げたら大変なことになりますからね。おお、 UDT 場外に転落。さて君さん、何かやるよ、まあ、やるんですかね、これ遥は。プランチャとかやった方がいいでしょうね、はい、うわー、さあこの上から飛べるのか。遥、遥はどうするんだ、やってしまうのか。やってしまった。プランチャーリワと、今のどうですか、プランチャーは。 いやー、救済とは思いません。日本プロレスラーです。グッドファイトの素晴らしさを今伝えております、この遥。お、ちょっとほらついている。おお、ローリングサマット、ホール体勢に入る。どうだ、決まるか。おお、カウントは2カウント、飛ばした、飛ばされてしまいました。しかし遥、おお、危ない。彼の技で、はい、あの空気投げみたいな、この、あーと、レンズに入った。これはふみさん、ひどい、これ今のエンディングですよ。バシッて言いましたね。はるか大丈夫なのか。はるか立ってくれ、はるか立ってくれ。ダウンしたの、木で投げるって言われますよね、確かに、波動拳のようにね、はい、さあ、そしてはるかを、コスチュームを掴んで、はるか大丈夫か、動けるのか。ああ、小部屋の路上は、あ、ちょっと無限攻撃を続けている。肩車の状態だ、肩車、ここでどうする、どうする。危ない、おっと、あ、3分経ちました。3分でドローということで、なんとか耐え抜きました、はるか。あれでジャーマンに投げられたらね、たまったもんじゃないですかね。そうですね、ちょっとはるか、お、ね、頭を押さえておりますが、大丈夫でしょうか。あ、しかしよく戦い抜きました。